ピーチ姫を助けにクッパ城に乗り込んだマリオ。ピーチを助け出そうとしたその時、突然巨大な剣がクッパ城に突き刺さります。マリオは城を乗っ取られたクッパと手を組み、仲間たちと力を合わせて立ち上がる。いつもとはちょっと違うマリオたちの冒険が始まります。スーパーマリオ RPG。 冒険の主役はもちろんマリオ。一緒に旅をするのはおなじみキノコ王国のお姫様ピーチ、そしていつもはライバルのクッパさらにこの旅でしか出会えない仲間も、ちょっぴり泣き虫、自称カエルの男の子マロ、天空の使者ジーノは人形に宿り、マリオたちと共に戦います。他にも冒険を手助けしてくれる個性豊かなキャラクターが登場。冒険の舞台は緑が生い茂る平原や険しい岩山、暗い水路、入り組んだ森など様々。敵にぶつかるとバトル開始。4つのコマンドから行動を選んで戦います。通常の攻撃に加え、キャラクターごとのスペシャル技がポイント。攻撃だけでなく回復、さらには味方の援護も。そして最も重要なのがアクションコマンド。攻撃に合わせてタイミングよく A ボタンを押すと、与えるダメージがアップしたり、防御では受けるダメージを減らせるなど、戦いを有利に進めることができます。さらに完璧なタイミングでボタンを押せば敵全体にダメージを与えることも。またアクションコマンドは成功させるたびにゲージがたまり 100% になると、力を合わせた特別な3人技が発動。仲間の組み合わせで繰り出せる技は変化し、どれも強力なものばかり。いろんな組み合わせを試してみてください。バトルはちょっと苦手という方でも大丈夫。エンジョイモードを選択すれば敵を倒しやすくなったり、レベルが上がりやすくなるなど、初めてプレイする方でも安心です。道中では様々な敵がマリオを待ち受けます。マリオシリーズでおなじみの敵はもちろん、ここでしか出会えない相手も。巨大な塔で待ち受ける男や沈没船に住み着く海賊、そしてクッパ城を襲った武器の姿の軍団。クリア後には一部のボスと再戦が可能。新たな戦いをお楽しみに。さらにこの世界のどこかにはとてつもなく強力なボスが潜んでいるという噂も。長旅に疲れた時はちょっと息抜き、樽に乗ってコインを集めるワイン川下り、ヨッシーに乗って1位を目指すヨッシーレース、曲がり角にはご用心トロッコレースなど、いろんなミニゲームが遊べます。他にも BGM をいつでもスーパーファミコン版のオリジナル楽曲に切り替えて楽しんだり、出会ったモンスターの記録を見ることができるモンスターリストも。マリオシリーズ最初の RPG が任天堂スイッチでよみがえる、スーパーマリオ RPG。